ンリーグ阪神中日2021年7月10日名古屋阪神平田二軍監督と中日二村二軍監督の激しい口論で試合が中断する場面があった。阪神の7回の攻撃が終了した直後だった。中日側からサイン盗みのアピールがあったとみられ、両チーム首脳陣がホーム付近に集まり揉み合いに。二村二軍監督が、お前らがやってんだろと怒号を放ち、平田二軍監督からも、絶対やってないよと激しく言い合いになった。審判団が冷静になるように促し、試合は再開。松本球審からは、警告試合が申告された。